ろしくお願いします。お腹空いてます。行きましょう。2階。ブータン料理とお酒、すごい。こういうので撮るの初めてだ。あ、どうもどうも、こんにちは。こちらですね。あ、なんかお面がある。こんにちは。お邪魔します。扉が重たくなっております。あ、そんなに重くない。こんにちは。素敵。かわいい。なにこの人。めっちゃいい顔してる。もうすでに楽しいです。私が大好きな番組があって、世界猫歩きのブータン会が私は好きすぎて気になってました。本当に人も猫もめちゃくちゃ幸せそうだったんですよ。映ってるご飯とかもめちゃくちゃ美味しそうで、いつか食べてみたいなって思ってました。ライスですね。ライス、うわー、ありがとうございます。唐辛子だ。これも唐辛子ですか？これも唐辛子です。すごい、はい、ぶつ取り解禁しようだ。唐辛子いただきます。うわー、めっちゃ美味しい。初めての味だ。こんなに唐辛子を直でいくことない。なんかすごい好きな刺激。辛さじゃない、なんかこう汗をダクダクかくわけじゃないんですけど、こっちより辛くない、じんわりあったかくなる感じがして、なんか素朴な辛さっていう感じでした。おいしい。キーワード素朴かも。ブータンってすごくお米を食べる国って聞いてたんですけど、納得です。あれは食べたくなる。美味しいです。いや、私めっちゃ脅されてたんですよ今日。辛いぞって脅されて、ヨーグルトで膜張ってきたぐらいすごい緊張してたんですけど、豚料理は怖くない。